クリーント・ジャクソン・フレイジャーは、アメリカ合衆国、ジョージア州ディカー部軍、リケーター出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称は、レッド・サンダー。2013年の MLB ドラフト一巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・インディアンスでプロデビューし、 44試合に出場して打率、297.5本類が28打点3盗塁の成績を残した。2014年は A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーし、120試合に出場して打率、266.13本類打50打点12盗塁の成績を残した。2015年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、 133試合に出場して打率。285.16本塁が72打点、15盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2016年は AA 級アクロンラバーダックスとトリプル a 級コロンバスクリッパーズでプレイ。7月にはオールスターフューチャーズゲームにも選出された。 2016年7月31日に、アンドリュー・ミラーとのトレードで、ベン・ヘイラー、ジャスティス・シェフィールド、JP ・ファイアライゼンと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーし、移籍前を含めて3球団合計で119試合に出場して打率。263.16本塁が、55打点、13。 当類の成績を残した。2017年もトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリで迎えたが、7月1日、先に昇格したダスティン・ファウラーの60日間の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。当日のヒューストン・アストロズ戦で、9番、右翼手で先発出場し、6回表の第2打席で二塁打を打ち、メジャー初安打。 第3打席でメジャー初本塁打を放った。8月25日に前日の乱闘の件で罰金処分が課せられた。2018年は開幕を脳震盪の影響で故障者リストで迎える。5月初旬にトリプル A 級スクラントンウィルクス割に復帰する。5月15日にメジャーに昇格する。5月21日にオプションでトリプル A に降格する。6月4日に メジャーに昇格するも翌日にオプションでトリプル a に降格した。6月18日にシーズン3回目のメジャー昇格を果たす。6月22日にトロピカーナフィールドで行われたタンパベレーズ戦で9回に代打で出場し、本塁打を打ちチームの勝利を導くはずだった。しかし不運にもボールは球場のスピーカーに当たりポップフライになってしまった。 翌日、トリプル a に降格した。7月8日に、アーロンヒックスの怪我のため、メジャーに最小格した。9月5日に、アーロン・ブーン監督から脳震盪の影響で、残りのシーズンを全球することが発表された。驚異的なバットスピードから生み出すパワーが、最大の売りで、守備、足、肩も平均以上。課題は、変化球にもおろく、三振が多いこと。 ありがとうございます。